で、いろんな人に会うから、今すごい楽しい。昨日ね、あかりに会ったの、私。あかり、本当に可愛くてさ、もう聞いてよ、あかりとののろけ話。私、あかりとも初めまして、二次フェスの時なんだけど、あかりがね、なやか先輩、今日、いますか二次フェスって言ったら、あ、いるよって言ったら、会いたいですってか、あ、わかった、じゃあ、会いに行くねって言って、私、あかりに会うために、3時間、普通に起きる時間の3時間前に起きて、風呂入って、髪乾かして、髪セットして、化粧、もう、デートですかみたいな。もうデートですかってぐらい死ぬほど気合い入れた化粧して、あかりに会いに行ったの。そう。あかりに会いに行ったら、メルトとかね、ソフィアとか、そう、あと石神とかもあったんだけど、そこで初めて。したら、あかりがメルトの後ろに隠れて出てこねえの。めっちゃ可愛いじゃん。もう本当に可愛くて、あかりのそういうところがなんか。なんか見に行ったら、恥ずかしくてって言ってて恥ずかしくてって言われて、なんかでもね、それで今回会った時も久しぶりだからなんか大丈夫かなって思ったら、あかり、あかり先輩って言って、あかり会えるの楽しみでみたいな言って、あ、可愛すぎるなってずっと手繋いでた、あかりと。あかりとずっと手つないで喋ってたら、なんかドキドキするとか言って、え、何、私恋されてるのかなって思って、可愛いねってずっと言ってた、大丈夫、なんかなんとかだからみたいな感じで言ってたんだけど、え、いいじゃん、いつでも可愛いよみたいに言って、うんって笑ってて、可愛いそう、可愛いって思って、そう、ちょっとね、あかりのことをね、はべらせてたんだよね、ずっと。そうそう、ひまちゃんとかにもあったんだけど、ひまちゃんには私がデレデレしてた。ポンピマン、ピータン、キュキいつでもね。いつでも。あ、そう、あかりとずっと手繋いでたよ。マジで可愛い。ね、昨日、あ、もうずっとイチャイチャして。私ね、バロラントへのモチベって正直今あんまりね、弟ないんだけど、あかりと遊びたいがためにバロラントはやめられないなって思ってる。楽しいしね、やったら。だからちょ、一戦一戦のこうカロリーと集中が続かねえからさ、私。続かねえから、なかなかやらないだけで、あかりとゲームするためだったらね、いくらだってできるね、マジで。で、あかりがまた一緒にバロラントしたいっていうから、さあ風呂パしようって言って、また約束した、今度やる、近いうちに風呂パする約束した、あかりと。で、なんかまた一回やったらすぐやりたくなっちゃうっていうか、じゃあ次の約束してからバイバイするって言ったら、うーんって言ってて、かわいいと思って、私あかりのこと彼女なのかなって思ってずっと接してた。彼女、彼氏、わかんない、もうなんかそんくらいずっとあかりにデレデレなんだよね、私。うわ、かわいい、好きって思って、イデオスかわいいよね、イデオスかわいいよね。トールのさ、ほらヒラメも出させてもらったじゃん、トールのお披露目も出させてもらって、結構トールとも仲いいんだけど、トールもさ、めっちゃ可愛くて、すごい私トール大好きだなって思うところがいっぱいあるんだけどさ、結構さ、こうゆるっとしてるというかさ、こうだるく見られるじゃん、クール系に見られるっていうの、なんか全然そんなことないし、なんかおもろいし可愛いしマジで可愛くて、なんかずっとね、なんか収録の時とかトール隣に座っててくれるの。だからトールと喋る機会めちゃめちゃ多いんだけど、なんかトールってなんかいっぱい会った方がね、喋りやすいよねみたいなって言って、え、そうなんですよって言ってて、なんか私そう、最初の印象が、と最初トールちょっとね、そんなに喋りたくないです感あるのかなって、そのディスコードの時は思ったけど、会ったら全然そんなことなくて超喋りやすいし本当に可愛いっていう話してたら、で、私も会った方が喋りやすいの、相手の顔とか見ながらタイミングとかもさ話す、ディスコード上じゃ分かんないから難しいよねって話してた、そうなんですよって言って、でも本当可愛いなこの子って。そう、
なんか、通るともすぐ手つないちゃうかもしれない。でね、3D 呼んでくれたのすごい嬉しかった。なんか後輩可愛いなって思ったよ。でもなんか、イディオスは、なんか女子の後輩だから特になんだろうけど、やっぱ可愛いね。ソフィアもマジで可愛いし、メルトも可愛いし。あの石神とロコちゃんだけそんなに絡んだことがないんだけど、ロコちゃんはこの間ちょっと性癖の話をしたからもう友達だと思ってどうもこの流れで奈良香さんお願いします。あ、はい、奈良香のすごく平和です。おもらしです。ちょっとでもいいわいいよね、うん、いいよね、いろ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 してる時にね、いろいろあって嬉しくなったりだとか、はいはいはい、気持ちよかったりだとかいろいろありまして、うんうん、ね、はい、出るのがいいなぁと、わ、はい、かるわかる、うん、え、なんか恥ずかしがっててほしいですね、当たり前にしないでほしいです。いや、わかる、うん、まあ、何がとは言ってないですからね、うん、今日は何がとは言ってないです、はい、うん、何がといるかはあれですけど、何ですね、はい、そうですね、電流からのおもらしなんか最高じゃん。そうなんです、ね、つなげられてるからね、つなげられてる貧血だから、そうなんです、はいはいはい、おねしょじゃないですかね、おもらしですからね、皆さんこれ大事ですから、うんうん、そこ大事だよね、違うの、はい、違います、何が恋かどうかとかですか、何が言ってるんじゃん、じゃあやめときましょう、やめときましょう、今ね、隙が生まれたんでね、はい、やめときましょう、なるほど、わかんないんですけど、間が生まれたら切るっていう感じじゃない、いこうかな、はい、すぐ友達になる、そういう話をすると、そうでしょ、なんか男だって下ネタ話したら友達みたいな感じでしょ、どうせ、知らないけど私は可愛いよね、可愛いよマジで、イディオス、石神が石神なの草だけど、石神は石神だよ可愛い子だなって思う、なんかでもまだ本当に何も喋ったことちゃんとなくて、その日フェスの時にご挨拶したぐらいかな。いやマジで、でもね、もうまた一緒に遊びたいなってめっちゃ思った。なんかトールとはロールしたいし、ソフィアとはストロークもしたいし、バロンもしたいし、アカリとはバロンしたいし、メルトはでもなんかすごいさ、なんかストローク見てるんですよねとか言い出して、もやれよって言って、宮家先輩のストロークこっそり見てますって言って、もやれよ教えるからっつって、私メルトにだったら教えるよやろうよって言ったけど、いやでも難しいよなって言って、やり出すのはゲームじゃなくてもいいよって言ってゲームじゃなくたっていいよって